やってんのかな。今日ちょっとこちらお邪魔しようかなと思います。すごいなんかいい温泉だって聞いたので、ちょっと今日中入っていきます。雰囲気こんな感じです。これね、醍醐桜。ちょっと岡山の象徴とする醍醐桜と西大寺栄誉かな。これは静谷学校かな、昔の。ちょっとね、入っていきます。早速なんですけど、なんか旅館もやってるそうなんですけど、今のご時世で今はやってないと聞いてますね。中庭があるということです。早速入っていきましょう。ちょっとね、中見ていきましょうか。早速入っていきましょう。一応撮影はね、OK もらったので。おお、すごい。なんかおとなしい温泉ですね。だいたい湯船のとかするんですけど、こういう感じなんですね。で、結構なんかや柔らかいお水とかお湯ですね。ちょうどなんか体はね、のぼせないような、そんな湯で、ほんのり硫黄の香りが、漂います。ちょっと外は見れないんですけど、ちょうどいい温度でございます。リゾートもついてます。いていていて。はい、というわけで今日は湯ノ瀬温泉に、お邪魔いたしました。旅館ね、今ちょっとやってないらしいですけど、すごいいい温泉宿でございました。